大谷翔平選手を最後まで利用しようと肩代わりを提案した水原一平。妻の涙の謝罪、これだけは伝えたいんです。水原一平が最後の最後まで舐めた態度で利用するだけしようとしたという事実と、事件発覚直後水原一平の妻が語った謝罪について紹介します。そして水原一平の指から結婚指輪が消えていた。ぜひ最後までご覧ください。信頼していた水原に裏切られたのは本当に辛いでしょうし、開幕直前になって大谷翔平選手にとってはかなり辛い事件に巻き込まれてしまい、メンタル面の復活にはまだまだ時間はかかると思いますが、奥さんはもちろん心強いドジャースのチームメートがいる限り、これから安心して活躍を見守れるのではないでしょうか。心の傷が癒えることはないかもしれませんが、米連邦捜査局の発表により言いがかりもこれでなくなるでしょうし、大谷翔平選手にやっと大好きな野球に集中できる環境が整ったと言ってもいいでしょう。先日の米連邦捜査局の公開された訴状により、水原一平の知れば知るほど非常に気分が悪くなる諸行が明らかになりましたが、水原一平が大谷翔平選手をどれだけ舐め腐っているかがわかる衝撃の事実がニューヨークタイムズ紙により明らかになりました。それはソウルシリーズの試合後、水原一平がドジャースの同僚たちにギャンブル依存症であること、大谷翔平選手が肩代わりしてくれたと伝えた後、この後詳しく2人で話したいと大谷翔平選手に持ちかけ、その場で騒がないように制止した後、部屋で大谷翔平選手と2人きりの状態でクラブハウスで話したように、翔平が僕の借金の肩代わりをしたことにしてくれないかと頼み込んだ。大谷翔平選手はこれを拒否し、即バレロ代理人に連絡を取り、弁護士や危機管理担当者、新しい信頼できる通訳ら数人を集め緊急会議を実施。その会議には水原一平の奥様も参加ということが報じられました。この情報をリークした人物はメディア関係者の可能性が高いと見られています。つまり水原一平はドジャースのクラブハウスで同僚に話した通りに、大谷翔平選手には自分の描いた嘘で塗り固めたシナリオ通りに動いてもらって、そのまま隠蔽しようと企んでいたのです。もしこれまでの長い付き合いから大谷翔平選手が同情し、その提案を受け入れてしまっていたら、本当に大谷翔平選手の野球生命が終わってしまったかもしれない選択を、自身の保身のために水原一平は迫っていたのです。大谷翔平選手を舐め腐り利用するだけしようとしたという事実、さらに思えば大谷翔平選手の優しさ、あの会見の時は変だなと思って代理人に連絡したとそこまで語っていませんでしたよね。大谷翔平選手の優しさと水原一平の悪度さがくっきりわかる今回の事件。水原一平はロサンゼルス連邦地裁に出廷し釈放され、代理人が大谷氏、ドジャース、MLB、そして家族に謝罪したいと望んでいると公表しますが、もう二度と絶対に近づいてほしくはないと思います。保釈された水原一平は、一部メディアに登場したその際のものと思われる写真では、水原容疑者の左手薬指から指輪が消えていた。 SNS ではこのことに言及する書き込みが目立っている。嫁、大丈夫かな、多分離婚はできると思うけど精神的にかなりきっついよな。嫁、どうか今後幸せに生きてほしい。奥さんが望むならちゃんと離婚して刑務所に行ってほしいですね。水原容疑者が悲しませたのは大谷だけではない。振り返ればソウルシリーズで試合後、今回の事件が表に出て水原一平がチームを去る直前に、奥様が球団職員に、今は何も考えられませんし、すみませんが私から言えることはありません。本当に申し訳なく、取り返しのつかないことをしてしまいました。ただ、マミコさんにこれだけは伝えたいんです。公私ともに仲良くしてくださって、同じ日本人選手の妻として本当に大切な大切な人でした。マミコさんのおかげで、
試合の観戦も家族のようにみんなで一緒に楽しめて、とても嬉しかったです。突然このようなことになってしまって、私自身何も知らずにただただ本当に申し訳なく思ってます。と涙を浮かべながら語ったと、報道各社が取り上げています。こう思えば、今回明らかになった緊急会議に、水原一平の奥様も参加していたこと、それを受けての発言であれば、かなり水原一平の奥様も衝撃と動揺に包まれていた中、まみこさんのことを思いやる発言。仮にこの発言がフェイクニュースだったとしても、本当に奥様がかわいそうでなりません。顔出しした直後でのこの事件発覚。水原一平の奥様は、今どうしているのでしょうか。改めて連邦捜査局、マーティン・エストラーダ連邦検事は会見で発表したことと、ネットで公開されている数十ページにわたる訴状で判明したことを要約したのでご覧ください。大谷翔平選手は連邦捜査チームの捜査に全面協力し、自身のデジタル機器や個人情報のアクセス権などを当局に提供し聴取を受け、水原に2013年に出会う。メジャー挑戦発表後、水原から通訳の話を持ちかける。水原はエンゼルスに通訳として雇われていたが、それとは別に個人で水原を野球以外の場でのパーソナルアシスタントとして雇用。米国内でのスポンサーや投資などからの収入は、代理人や会計士や資産アドバイザーなどの管理する口座に振り込まれていたが、代理人などとのやり取りはすべて水原を介していた。すべての口座を代理人などが管理していると思っていて、資産状況について彼らに尋ねるのを水原に頼っていた。水原に口座の管理を任せたことはない。ブックメーカーなどへの送金も許可したことはない、といったことを語っています。そして会見と訴状を箇条書きで紹介すると、水原を1600万ドル、約24億5000万円の巨額銀行詐欺容疑で訴追。2年間で約1万9000件の賭けを実施。平均の賭け金約196万円。最高賭け金約2450万円。負け総額約280億円。勝った額を差し引いた純損失約62億円。野球への賭博はなし。水原が賭けで勝った賞金は水原の口座に振り込まれ、大谷氏の口座には一切返済されていない。大谷選手と水原の過去数年のメッセージのやり取りを通訳を使い操作したが、賭けに関するやり取りは全くなかった。大谷選手には会計士や税理士などの財務チームが存在したが、誰も日本語が話せないため、水原はその財務チームに、大谷はこの口座に関しては、君たちに関与してほしくない、と言っていると伝えていた。2018年にアリゾナ州で、大谷選手がエンゼルスからの給与振込用に銀行口座開設をしたとき、水原は同行し通訳していたため、口座情報を把握。2021年ギャンブルによる負債が膨れ上がっていた水原は、銀行との電話で自身を大谷選手と偽り、口座のオンラインバンキングの停止を解除し、自分の携帯電話から直接オンライン送金できるように、この口座にリンクしている携帯電話番号やメールアドレスを自分のものに変更。銀行が取引の確認のために電話をかけてきた際、水原は大谷選手になりすましていた。最高で罰金100万ドル、懲役30年が科される可能性。メディアから問い合わせがあった直後の3月20日、水原は胴元に対し大谷選手から盗んだことを認めた。大谷翔平選手の納税計算を委託している会計事務所との面談する日に、大谷は体調が悪く来られない、と水原だけ現れ、ギャンブルの送金に使っていた口座の明細を提出したことがなく、還付金や贈与税が発生するような入出金はないと勝手に説明。さらに衝撃なのが、本当にあと一歩のところまで大谷翔平選手に危険が迫っていたこと。23年11月17日、MVP 発表の前日に、胴元が、おい、一平、金曜日の2時だけど、なぜ俺の電話に応答しないんだ。
今ニューポートビーチにいて、彼が大谷選手が犬の散歩をしているのを見かけた。連絡がつかないなら、どうしたら連絡が取れるか彼に聞いてみようかな。すぐに電話してくれ、と水原にメッセージを残していたのです。映画の世界のような脅し文句ですよね。一歩間違えれば誘拐もあり得た事態だったのです。今回、連邦捜査局の捜査が本格化し、水原の逮捕だけに終わらず、堂本やそれ以上の組織に及ぶ場合、報復として自宅がバレており、犬の散歩をしている様子まで見張られてしまっていた大谷翔平選手やマミコ夫人に何か危害が及ぶ可能性もあるかもしれません。ボディーガードや警備をつけた方がいいのではないでしょうか。ちなみに、証拠として挙げられた水原と堂本のテキストメッセージのやり取りでは、負けが続く水原が賭け金額の上限を上げてほしいとブックメーカーに何度も頼んでいる様子もあり、堂本は定期的に送金がある限り問題ないとその要求を受け入れ続けていました。その会話の中でひどいと思ったのは、22年11月14日自分はスポーツベッティングが本当に苦手みたいだ、爆笑、もう一度上限を上げてくれないかな、分かっているように僕が金を払わないっていう心配はないよ、と。分かっているようにというのは、大谷翔平選手がいるから最終的には彼に頼めるから安心してと言っているように思います。想像していたよりもはるかに悪質な印象を受けます。なお、最新の大谷翔平選手の成績は17試合終了、試合消化率 10.5%、 残り146試合になっており、打率はリーグ11位、本塁打はリーグ7位、OPS はリーグ5位、安打はリーグ1位、対二塁打はメジャー1位と、これだけ見ると満足できない人もいるかもしれませんが、大谷選手はそもそも投手です。今年は投げれませんが、投手成績をこれまでと同ほどと加味すれば MVP ほどの活躍を見せているのです。さらに言えば、コロナにより短縮シーズンとなった2020年が明け、大谷選手が本格的に二刀流で活躍を始めた2021年以降の大谷選手の4月の打撃成績の比較を見ると、実は打率、 OPS、 出塁率、長打率で過去4年間で最高の数値を残しています。さらに4月の残り試合を単純計算すると、なんと本塁打数、打点でも最高の数値を記録しているのです。大谷選手らしい数字どころか、今季は一体どんな成績を残してくれるのか楽しみで仕方ありません。ドジャースの強さは何より、打撃力 OPS が 0.9 以上が3人、打率3割以上が4人。その中でも1番から4番はまさに恐怖打線。米データ分析、サイトコーディファイベースボールが発表した打線上位4人のOPS ランキングで、ドジャースが 1.026 とメジャー全球団でダントツの1位となっていることを報じています。野球界の超人たちといえます。さらに言えば、1番ムーキー・ベッツ選手は打率、本塁打、打点、 OPS、 出塁率、長打率でチームトップ。ドジャースがワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績は、2023年は2年連続地区優勝、ポストシーズン進出11年連続を記録。レギュラーシーズンでは圧倒的な強さを見せているものの、直近3年連続でディビジョンシリーズで敗退と悔しい結果に終わっています。気は早すぎますが、今シーズンも100勝以上のペースとなっています。3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続も記録できそうです。何より大谷選手が子供の頃から夢に見てきたワールドシリーズ制覇なるか楽しみにしたいと思います。さて、これからドジャースは両リーグのチームと3連戦が続きますが、特に4月27日から29日のブルージェイズ戦、大谷選手と高校の先輩菊池雄星投手との日本人対決にも注目です。
最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。